えー、2人の娘がいる39歳、実家暮らしの女性です。離婚した際、生活のために飲み屋で3年働きました。その時、寄ってくるお客さんがいたので、結構きつく突き放しました。今での家の前を車でうろうろされたり、車ですれ違えば U 端子ンと追いかけてきます。実家もバレてて、娘のこともバレてるので、逆上が怖くて文句を言うこともできません。どうしたらいいですか。相手は今現在60歳ちょっとで家庭もあり、会社経営者です。えっと、あのずっと撮影して、警察に通報してください。で、あの、 被害を加えられてないから、あくまで何も起きてないようっ,って言われると思うので、あの、被害はでっち上げてください。例えば、あの、家のガラスを外から石投げて割るとかやってください。で、要はその、家に毎日のように来てるっていう録画をして、写真を撮って、で、ある日家のガラスが割れてましたって言って、で、それが、まあ、こう、ガラス割ってたらあいつなんじゃねってさすがになったりするので、 なののでその要は状況証拠っていうのと犯罪っていうのを両方セットにすると警察の人がちゃんと動いてくれるので。